スクス。モノックマンの迷宮。Thank you.
いいご褒美をもらったわね。それだけの武器を揃えておいてまだ逃げるの？まだ立ち向かう気はないっていうの？戦いたくて戦ってるわけじゃないもん。さっきの弾を試してみなさいよ。あの盾のやつには直接弾を撃っても通じないわよ。Bye.
あんた本当にあの連中のところに戻る気？ところに来たって意味ないじゃない。あの、白熊さんはどこですか？え、なんで？おーい、二人とも！わーい、わーい、無事だったんだね、よかった。いろいろと聞きたいことはあるけど、とりあえずはさあ、いらっしゃいな。僕の胸に飛び込んでおいで。こいつ、前ので味を占めたわね。さあさあ、遠慮せずに。どいな、どいな。仕方ないわね。しばらくお風呂に入ってないからちょっとベタつくわよ。全身の泥と赤を落として下着と服を変えてからにしよっか。注文が多いわよ。最後には西洋料理にして食べる気？まあ今のはホワイトな僕のブラックジョークだよ。息抜きになるかと思ってさ。
それより二人とも疲れてるでしょ。まずはゆっくり休んでよ。こんな雰囲気じゃ休もうにも休めないわよ。あんたはともかく、他の連中は明らかに私たちを歓迎してないみたいだし。そんなことないよ。みんなちょっとテレ屋さんなだけだって。セーラー服が一気に二人も来たもんだから、心臓バクバクでうまく息ができないじゃないかな。ほら、女子高生の本当の価値がわかるのは高校を卒業してからだって聞いたこともあるし。ねえみんな、若い子が戻ってきてくれて嬉しいよね。ほら、大歓迎だって言ってるよ。幻聴よ、あんた壊れてんじゃないの。あのね、白クマ、気持ちは嬉しいけど今は休んでる気分じゃないんだ。コマルちゃん、どうしたの？もしかして通信がうまくいかなかった？ううん、通信はうまくいったんだけど、ただ肝心の未来期間が当てになるか分かんなくてさ。そうだったんだね。それでコマルちゃんは落ち込んでるんだね。かわいそうに。頭をなでなでしてあげようか。そうやって何人の無防備な頭をザクロのように握りつぶしてきたのかしら。だから僕はそんなことしないって。うん、分かってる。私は白クマのことを信用してるよ。っていうか、もう白クマしか信用できないよ。ねえ白クマ、これから私はどうしたらいいのかな。なんかもうわからなくなっちゃったよ。実はちょうど今ハイジ君たちが今後についての会議をしているところなんだ。思い切ってそこに混ぜてもらうのはどうかな。え、でもやめた方がいいわよ。あいつの反対を無視して未来機関に連絡取ったのを忘れたの。それくらいどうってことないよ。たとえ小さな行き違いがあったとしても、僕らの目的は一緒なんだからさ。暴走する子供を止め、虐げられている大人を解放すること。そうでしょ。え、私そこまでは。ううん、君ならできるはずだよ。え、むしろ君はやらなくちゃいけないんだ。きっと君なら大人たちを救えるはずだよ。何言ってんのよ。こいつは助けるとか救うとかそういうのとは最も縁遠いキャラなのよ。僕たちにとってのアルマゲドンは今なんだ。互いに協力して子供という小惑星に立ち向かおう。ささ、僕たちの未来はあっちだよ。あいつ本気で壊れてるんじゃないの。あの、大丈夫ですか？こいつ前にモニターに向かって騒いでたわね。自分の奥さんがどうとかって。それがどうしてこんな風になっちゃったの？いつまでこんな薄暗い場所にいればいいの？
何日も何日もこんな場所で、もう嫌、もう嫌よ。そっとしておいた方が良さそうね。そうね、すごいよ。もう、はあ、さっき妙な物音が聞こえた気がしたけど、大丈夫だよな？子供に見つかったりしてないよな？大丈夫だと思います。だったらいいんだけど。でもやっぱり聞こえる気がするんだ、子供の笑い声が。本当に大丈夫なんだよな？急にモノクマが襲ってきたりしないよな？大丈夫ですよ。ダメだ、やっぱり聞こえる、子供の笑い声が。だいぶ参ってるみたいね。こんなところで殺されるのを待つくらいなら、玉砕覚悟で地上に出た方がマシだ。俺はこんなところで死にたくない。俺をここから出せ。君ら未来機関の人間なんだってな。それが何よ。未来機関はいい噂を聞かない。この町を滅ぼそうとしてるって話を聞いたぞ。え？そんなわけないじゃない。誰よ、その噂を流してるのは。噂かどうかは俺にはわからないが、それを信じてる人間も少なくないはずだ。せいぜい気をつけるんだな。
よ、コマルッチとフカワッチ。あんたら外に出てたんだってな。まあそうだろうと思ったよ。あんたらは、なんていうか、ここの連中とは決定的に何かが違うしね。何かって、何ですか？持ってる雰囲気っつうか、空気っつうか、なんだかんだで、あんたらは前向きだよね。けど、ここは日に日に雰囲気が悪くなってきてる。みんな精神的に参っちまってんだ。まあ、こんな薄暗くてカビ臭い場所にいたら、当然かもしれないけどね。それはそうと、外に出てたんなら聞かせてくれない？例の腕輪の連中の手がかり、何かつかめた？なんなのよ。ひどい。おいおい、おいおい。